弟くん、大丈夫ねえ返事して <laughs> よかったあねえここを開けてもう何日も閉じこもってるでしょお姉ちゃんは弟くんが心配できたのストーカーの女の子をできるだけ刺激したくないから女の私は言ったらダメだって お母さんに言われてたんだけどもし思い詰めて取り返しのつかないことしてたらどうしようとか色々いろいろ考えたら止まらなくてさすごく心配になっちゃったんだだからその部屋に入れてくれないかなお姉ちゃんでよければ相談乗るよ何が怖かったとかこれ買ってきてほしいとかあれば 一人で溜め込んでると辛いだけだよね今は誰とも会いたくないそっか分かったじゃあごしでもいいからさそのストーカーのこと知ってることがあれば教えてほしいんだだからいくつか質問したいんだけどいいかなありがとう じゃあ、最近された嫌がらせで何が怖かったうん。うん。向かいのアパートで自分の部屋に向いてるカメラを見つけたこと。一日に何通も手紙が届くことか。その手紙はどんなことが書いてあった何が一番怖かった 行動の一部始終と自分に向けた怖いくらいの愛のメッセージと盗撮写真なるほど他にもまだありそうねまあとりあえずは分かったわありがとうこれで警察に被害届け出してくるそしたらもう安心よえそれはもう出した いやいやちょっと待ってお姉ちゃん聞いてないんだけど勝手に一人で出しに行ったってことなんで相談してくれなかったの普通お姉ちゃんには何か言うでしょなんで勝手に行動するの <laughs> まあいいわそれで黒い手紙に書いてあったことで一番怖かったのはいい一番よ最も怖かったもの それも実家に帰りたいと思うくらい弟くん何よ急に黙り込んじゃってあれ弟くんおーいえ色手紙の色をなんで知ってるのかってことさあなんでだろうね たたたたままままじゃなないかなたまたまそう偶然手紙が黒いって分かったのもストーカーが女の子だって分かったのも全てたまたまお姉ちゃんの言うこと弟くんは信じてくれるよね <laughs> お姉ちゃんさ弟くんに会いたいな一緒に暮らしてたあの頃が恋しい ねえなんで一人暮らし始めちゃったの言ったでしょ一人はとっても怖いんだよってでもお姉ちゃんは君の味方何があっても弟君を守ってあげるだから <laughs> ここ開けてね大丈夫お姉ちゃんは怖くないよ ただ弟君に分かってほしいだけお姉ちゃんは信じても大丈夫怖いことから守ってくれるってねお姉ちゃんがいればストーカーも近寄ってこないし何かしてきても絶対に守ってあげるその自信があるなのに最近の弟君は一人で被害届け出しに行っちゃうし勝手に一人暮らし始めちゃうし何でもかんでも一人で ねえ、何で相談してくれなかったのお姉ちゃんのこと信じてないの弟かはお姉ちゃんのことが嫌いになっちゃったのもしかしてお姉ちゃんの代わりが見つかったのううんそんなのいるはずないだって弟君のことを分かってるのはお姉ちゃんだけだからいつか絶対にわからせてあげる ずっと見てるからね弟くん